皆さんが行方不明のせいで皆さんがとてもビクビクしました。はい、とりあえずせっかくなんでね、今日一日の感想をまさにまもいちゃんたちに聞いていきたいと思うんですけれども、一人ずつはそっちからいいかな。はい、またしてすいませんでした。もうちょっとスケジュール把握してなくてわちゃわちゃしちゃって、来年はちゃんとします。ごめんなさい。カレーめっちゃ美味しかったです。あと、あの、さやかって言いながら声かけてきてくださる方とかもいて、めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。すいません、最後の遅れで待たせてしまいまして、ごめんなさい。2日間のポピカルで、こんなに大きいイベントが初めてだったので、ちょっと緊張してた部分もあったんですけど、皆さんのおかげで楽しむことができました。カレーも食べれたし、今もクレープも食べれたし、もう私大満足です。ありがとうございます。最後までいまいちでごめんなさい。そうですね、昨日京都イベント、もうすごい楽しくて、本当に多分誰よりも楽しんだ自信があって、でも皆さんが、なんですかね、泣きそう皆さんがすごいこう「まもやさん」とか「はい」とか言ってくれたんで、すごいすごい元気をもらいました。ありがとうございました。なんかね、いろいろね締めくくってもらったんですけれども、さっきからねかおるちゃんが泣いちゃうみたいな感じでね、ちょっと目をうるうるしてるんですけれども、それには実はちょっと理由がありまして、はい、ちょっと発表をお願いしてもよろしいですか。私事ではございますが、ないんですけど、今萌え祭じゃないな、いまいち萌えない娘のこの青いコスプレをするのは今日が最後になります。で、私の後はこの2代目たちが引き継ぐので、よろしくお願いします。最後なんですね。お疲れ様です。そしてですね、やっぱり、やだじゃあこっちまで。いまいち燃えないステージを披露していただきたいと思うんですけれども、特別にこのお二人に来てもらってます。どうぞ。お、誰誰、わー、すごい、今ライブ始まる待ってか、これ私が邪魔かな。え、しゃべる、あ、マイク入ってた、しゃべっちゃう。うちもカーリーに手紙書いてきたんですよ。あ、でもここで読むのもちょっとあれやから、ちょっと渡して。ありがとうございます。卒業式とかうちが泣きそうねんけど。なんで？なんで？ありがとう。大丈夫？全然泣いてないもん。泣いてない。誰も泣いてない。やりますか。じゃあやりますか。やりますか。それではせっかくなんで最後は今歌で、そしてかおりちゃんのラストダンスで締めくくっていただきましょうか。はい。じゃあ私は一番一番偉大じゃないけど。あ、そうです。皆さん私はちょっと。どうしよう、声出えへんかもしれない。はい、ちょっと前出た方がいい。
大丈夫大丈夫ちょっと本当に 急に言われたので。そうだよね、思いっきり辛いカレーとかも食べてるのでちょっと声が出ないからあるかもしれないけど、飛ぶ可能性もあるよね。はい、それはね、ご意見でいまいちだったなという感想でね。結局全部いまいちやったら終わったらいいみんな。はい、いいかな。はい、よし、よしよし、 OK? OK かな。はい、じゃあお願いしよう。はい、じゃあそれでは聴いていただきます。今萌えじゃなくてラジ萌え隊とラジ萌えでいまいち萌えない。ラジ萌え T シャツを、我々着ていて、そうなんだよ。
仲間が大好きな2人は、ラジオみんなのサインもがっつり書いていただいて、うち静香ちゃんのだけまだもらってないねんけどうちわの話をステージでするっていうんですね。T シャツの方も、イベント終わってからもしよければ、急いで持ってきていただいたので、メンバーにもサインを書いてもらったりできると思います。ということで、偉い人から言えと言われたことは以上でございます。ちょっと映ってきました。そうだよね、何でも裏をね。釣り線忘れたということで。T シャツおいくらなんですか？1000円。2000円。T シャツが2000円で、ラジモエの CD が1000円だそうです。お安い。お安い。まあ、CD を T シャツでくるんだら3000円って安いな何の売り方かもう分からへんけど、それではですね、私も大丈夫かな、泣きそう悲しくない、大丈夫です、歌っちゃえと言われたので歌っちゃってみようかと思います。かおりん、ありがとうございます。これからもよろしくね。はい、それではいまいち萌えないラジオエンディングテーマ CD では2曲目になります。なんでなんやろ、わからん、わかってるもんそれでは年取るとな、しゃあないそれでは、番組のエンディングテーマです。ラジモエちゃんとラジモエ隊とお届けしましょう。私だけの宇宙。少しだけ幸福。
日夜の23時30分からはラジオ関西さんでいまいち燃えないラジオを、いつものメンバーでお届けいたします。CD とそれから T シャツ、この後お釣り銭を用意していないそうですが、多数がないということでね、あの1万円しかない人は CD を10枚とか T シャツを5枚とか、並んでいるお友達に1000円持ってると聞いてみるとかしながらですね、チャレンジしてみるのも良いかもしれません。あと先に1000円いっぱい持ってる人がいたらお釣り銭は徐々に増えていくというシステムになりますので、時間を置いていただいたらと思います。イベントはまた来年ということですけれども、皆さんのお耳には、今夜遅い時間にまたお耳にかかりたいと思います。ポップカルチャーフェスティバルスタート、今もエストリート最後をお届けしたのはラジモンタイ。ありがとうございました。イエーイ。そしてラジモエとケイちゃんがお届けしました、はい、またお会いしましょう、はい、バイバイ。状況を確認したいと思います。はい、ありがとうございます。